戦闘モード起動。ミッション開始だ。惑星封鎖機構の特務機体カタフラクトを撃破する。カタフラクト行きます。高度通水、適正 AC を確認。これより光線を開始する。優先排除対象レイブン、まさか貴様が戻ってこようとはな。あれだけの情報をリークしたのだ。そのまま隠れ去るものと思っていたが。リーク、一体何を。企業をルビコンに呼び込んで満足か。我々の封鎖による秩序、貴様が崩したのだ。お前のライセンス、元のレイブンがやった仕事か。今は考えることではない。戦闘に集中しろ、621。リペア機ホワイトティーンの数直撃を確認、聞いています。コードダブル5、優先排除対象レイブンの情報を回してくれ。シミュレーターと戦型が一致しない。貴様、何者だ。コード1、やはりこいつはレイブンとは違う。だが封鎖機構の脅威には変わりない。同程度、そういうことか。コード5、戦闘ロールを阻止、最小号を。ウォルターとあなたはこのルビコンで何を。